ます。ボーイフレンドできました？いや、できてません。でもかっこいい人たくさんいるんじゃないですか？はい、かっこいい人いっぱいいますね。うん、できなかった？ここはですね、桜田クラブの会議室なんですけれども、岡田さん今年の1月に帰国しまして、日本の高校に行かずに、向こうのハイスクールの通信教育を受けてハイスクールを卒業しようということなんですね。いつも練習の合間にですね、ここで勉強してるということなんですけども、ちょっと私声が大きいようですね。うるさいですか？あ、ちょっと真剣に勉強やってますんでね、静かに見守りたいと思います。いや、2人ともですね、髪の毛綺麗なんですけどもね、モーニングシャンプーしてるんですか？いつも私ですか？いや、髪の毛汚いんですよ、私。トウモロコシヘアって言われてるから、なんかもうバサバサで、もう色が抜けちゃってるから、綺麗なって言われたの初めてです。梶谷さんは？私も枝毛もあるし、そんなカット目標にしてる選手とかいます？やっぱり日本の井上選手なんかにいいなと思ってます。じゃあ今度近い将来で、目標は？やっぱりマルコ・ウィンブルドンに選ばれて、ぜひウィンブルドンに出たいと思ってます。そうですね、一つでも多く勝てるように頑張りたいと思ってます。マルコの？はい、そして遠征行けたらいいと思ってます。ここは朝日生命久我山テニスコート。いよいよジュニアウィンブルドンテニス選手権大会の開幕です。全国の予選大会を勝ち抜いてきた128名の少年少女たち、実力派アイドル3人は余裕があります。結果をもう先読んじゃったから、あとさ、インドネシアで彼女はすごい痩せたのに、私はパンとフルーツしか食べてないのに体重は全然変わってないからね。全然食べてなかったと思うの。第1シードの山口選手は1回戦、三沢香織選手との対戦です。男子顔負けのパワーテニスで圧倒的な力を見せます。女子大生の貫禄でしょうか。山口選手は昨年度のこの大会のチャンピオンです。うまい、強い、かわいい。結局 6-0、6-1 のストレートで余裕の勝利を飾りました。そして梶谷恵梨香選手は園田学園の岩川千佳子選手をやはりストレートで破りました。えらい、強い、かわいい。さて、もう一人の岡田志穂選手、対戦相手のキジムタ直子選手はあのキジムタ明子プロの妹さんなんです。テニスを始めてまだ2年と言っても、山口涼子選手と同じクラブ、侮れません。その岡田選手も手加減しません。第1セットは 6-1、 テニスの厳しさを教えます。そして迎えた第2セットも 5-0 と断然リード。さあ、マッチポイントを迎えました。岡田選手、サウスポーからのサーブがうなります。サービスエース、試合終了。この時点で2回戦の相手は親友の梶谷選手と決まりました。明日は、いつもよく練習している岡田さんと当たるんですけれども、どうですか？プレッシャーがかかるでしょう岡田さんは？いや、もう当たるからしょうがないよね。だからただやります。じゃあ今日は試合が終わってから一緒に練習したりするんですか？いや、5ラウンド目だから、ラウンドが違うから多分私先に帰っちゃうと。じゃあ2人で頑張ってください。VTR ではですね、山口選手は一昨年のチャンピオンとなってましたけども、昨年のチャンピオンって言いましたけど、一昨年の間違いです。はい、お詫びいたします。はい、
ところであのこのウィンブルドンジュニアテニス選手権っていうのはどういう大会なんでしょうか。このあの選手権はですね、ウィンブルドンのジュニアの選考を兼ねたためですね、この優勝者そしてベスト4に残った選手がウィンブルドンに派遣されるといういわば国際舞台の登竜門という試合なんですね。じゃあもうこれにみんな夢を託してやるぞっていう感じで行くんですかね。必死ですよね。それではここでコマーシャルなんですが、この後もアイドル続々と登場いたします。ウィンブルドンジュニアテニス選手権ますます会長ですよね。この大会で優勝した選手が、はい、まあ、今の日本のテニス界を背負っていると言っても過言ではないですね。そうですね、あの女子では岡川恵美子とか、はい、あるいはあの木村明子とかね、はい、井上悦子、はい、まあ、こういった選手。男子では先ほどねあのマッケンローに前世しました、はい、松岡選手が今大会でね2回勝ってる、2回優勝してるんですか。そうですか。それではここでですね、アイドル対アイドル、もうぐちゃぐちゃという感じなんですがアイドルの対決をご覧いただきたいと思います、はい、翌日の2回戦、当たり前のことですが選手の数は半分となりました。梶谷選手はいくらか余裕の面持ち。一方岡田選手はピリピリとした様子、緊張感が漂っています。今日の対岡田戦を控えて何か特別に練習してきましたか。はい、あのバックのストレートをあの彼女左利きなのでバックに打たなきゃいけないから多分バックの打ち合いになると思います。第3セットまで行くと思いますか。ぜひ、はい、いや軽く勝てればいいんですけど、でもいやそんな軽く勝てないのでいいプレーができればいいと思ってます。1回勝ってるから気が楽じゃないですか。そんなこともないですけど、あのやり方は大体分かっているからその点ではまあ楽っていうか勝つ方法っていうのは分かってます一応あやっぱりあの負けたあのそのちょっと今日はパターンを変えてやろうと思います。もっと落ち着いてあのやろうと思ってます。今日は試合前な梶谷選手と口聞きませんけど、なんかやっぱり試合前だということで。いや彼女と口聞いてますよ別に、はい、別にいつもの通りです。なんという皮肉な運命でしょうか。同じクラブの親友が直接対決することになりました。梶谷選手のお母さんも応援にやってきました。実は岡田選手は前日の試合で足をひねったんですがプレーには影響ありません。さあゲーム開始です。梶谷選手は2週間前の東京地区予選で岡田選手を破っています。バックハンドがやや苦手の岡田選手に対してその弱点をつきます。第1セットの第1ゲームは梶谷選手が取りました。次は岡田選手の強烈なサーブ、梶谷リターン、岡田両手打ち、梶谷返せません。梶谷選手は両手バックハンド、フォアハンドに威力を見せつけます。梶谷 5-4 とリード。岡田選手のサービスです。岡田選手ドロップショット、これが決まって6-5と逆転、行き詰まる接戦となりました。岡田選手リターンをフォアで返し逆をつきます。さあフォアの打ち合い、今度はオンザラインに決めました。サービスは梶谷選手、岡田がロブを上げて
梶谷のボレーはネット。第1セットは苦戦の末岡田選手が取りました。第2セットは岡田選手が3ゲームを先取して第4ゲームの戦いです。岡田のサービス、打ち合いから梶谷が前へ出る。岡田ロブ、梶谷うまく合わせた。梶谷が1ゲームを返しました。梶谷のサービスです。バックとバックの応酬、最後は強烈なフォアでコーナーいっぱいにヒット。 2-3 と追い上げました。しかし岡田選手のサーブがうなります。躍動する健康美、相手のミスを誘って突き放します。岡田のフォアに対して梶谷もフォアで返す。またもやネット。岡田選手 5-4 とリードです。岡田左右に振って逆サイドを突く戦略。岡田マッチポイントを迎えました。梶谷アウトで試合終了。岡田選手が 7-5、6-4 で予選の雪辱を果たしました。親友の弱点を攻めなければならない切なさ、これがテニスの厳しさでしょうか。3回戦、関東ナンバーワンの山口選手は村上知恵選手と対戦しました。第1セットは先取点を奪われましたが、パワフルなゲーム運びで結局 6-2、6-1 のストレート勝ちを飾りました。さすが第1シードです。いやちょっと勝ちました。この大会優勝候補の本命は園田学園の伊達公子選手です。強いサービス、正確なストロークは関西ナンバーワンの実力。1回戦、2回戦、3回戦と全てストレート勝ち、他を寄せ付けませんでした。お待たせしました、アイドルの登場です。うわ、もう私は嬉しそうなんですけど、はい、岡田志保選手です。はい、どうもどうも、どうもどうも、もうたまに若い人がいると本当にもう喜んじゃって嫌になっちゃいますよね。大きいですね、はい、ねえ、どのくらいあります？168センチぐらい。僕も同じなんですけどね、ぎっくり腰やったら、ね、背が縮まりましたよ。どうぞそれじゃね、はい、中の方に、はい、座って。岡田さんはですね、はい、どういうきっかけでテニスを始められたんですか？お母さんがやっていたので一緒に始めました。今もお母さんと一緒にやったりします？いやもう今は全然。今ちなみにおいくつですか？今17歳です。17歳、はい、ね、もうティーンですよ、ティーン。ティーンですね、ナイスですね。ティースの違う。そうですか。アメリカに留学してたそうなんですけどね、はい、アメリカどうして行こうと思ったんですか？やっぱテニスがやっぱ本場だっていうことですごく憧れていて、アメリカからコーチが来ていたので誘われて、まあ、確かね、ニック・ボレテリアカデミーでしたよね。はい、そうです。まあ、このニックはボレテリスクールにはですね、ジミアリアスとか、最近ではね、アガシ、それからバセットとかね、優秀な選手を輩出してるんですよね。向こうでの生活ってどういう感じでした？
やっぱり、まあ、テニスばっかりの生活です。あのどっかのホストファミリーみたいなところに入ったりとか、そういう感じ？いや、あ、寮に入って、うん、あの午前は学校行って午後はテニスみたいな感じで。でもそれだけだとつまんないでしょ。まあ、いやでもまあ友達とかいるから適当に。オイルでできた。いや、ボールヘンドは聞きたいですけどね。テニスだけじゃね、よくやっぱりね、あのボールヘンドができたら強くなる選手と弱くなる選手なんだけど、小田さんどっちのタイプかな。いや、わかりませんね。そんないじめだとねえ、渡辺さんガールフレンドできる。いやいや、僕は弱くなるタイプですか。あれ、よくわかんないですけど、すいません。ということで、この後ではですね、岡田選手と一緒に準々決勝、そして準決勝を見てまいりたいと思います。はい。ジュニアウィンブルドンテニス選手権大会準々決勝より舞台は田園テニスクラブコートへ移されました。準々決勝、山口選手は赤堀直選手と対戦。ここで山口選手、意外な苦戦をしています。第1セットを取った後の第2セット、山口選手は赤堀選手に次々とゲームを取られます。うまくゲームコントロールができません。赤堀選手は山口選手の後輩で同じ湘南テニスクラブの所属。これまでは試合で勝ったことがないばかりか、練習でもボールを返すことができないほど歯が立ちませんでした。焦る山口。第2セットはタイブレークの末、赤堀選手が取りました。ワンノールからの第3セット、山口選手はミスを重ねます。もういやー、ダーキッチ。雨天順延で集中力を失ったのか、力強さが見られません。ついに予想外の敗北。テニスとは本当不思議なスポーツです。体調悪かったですか。山口選手は一言も話さずにコートを去っていきました。優勝候補の山口選手に、まあ、競り勝ったわけですけど、どうですか。4ゲーム以上取れればいいと思って、それでまあ勝てたんで、自分でも信じられないと思ってます。いつも一緒に練習してるから、大体プレースタイルは分かってたんで。でも全然相手にならない感じだったんで、ボールも返せないぐらいだった。そして準決勝第1試合は伊達選手と遠藤真奈の対決。遠藤選手はテニスクラブに所属しない珍しいプレーヤーの一人。父親のマンツーマン指導によってここまで上がってきました。しかし伊達はパワーで勝負。遠藤選手はパワフル伊達の速い打球についていけず、惜しくも敗退。伊達選手は順当勝ちで決勝戦へと進みました。第2試合は岡田選手と赤堀選手の戦いです。強豪山口を下した赤堀選手は勢いに乗って岡田を苦しめます。赤堀選手は試合を重ねるごとに実力をつけていきます。岡田のサービス、激しいラリーの応酬から岡田選手は第1セットをものにしますが、続く第2セットで苦戦。赤堀のサービス、赤堀、岡田のボールをしつこく返していきます。
岡田のミスを誘います。岡田バックボレーを返すことができません。しかしワンノールからの最終セット、岡田選手は本領を発揮して力強いフォアで果敢にアタック。岡田が 2-1 とリードします。赤堀選手はこの日2試合目、さすがに疲れが出ているようです。5-2 とリードした後の第8ゲーム、岡田のマッチポイント、岡田選手のサービス。岡田フォアバックとも冴え渡ります。赤堀選手を左右に振る岡田、赤堀こらえきれずにアウト。苦戦の末岡田選手が決勝進出を決めました。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。明日岡田選手ですけど、はい、今試合見ててなんか計画が立てられました。いやフォアがすごくうまいから、サービスもそんなに言うほど早くとかそういうのはないから、やっぱりバックバックで攻めて、でチャンスボールはそうですね、山口さんだったらすごいパワーもあるからあれなんですけど、でも岡田さんは左利きだからちょっとやりにくいんですけど。この4日間振り返ってどうですか？いや、 やっぱりちょっと疲れましたね。やっぱり、はい、一試合一試合がちょっと危なっかしいのばっかりだったのでちょっと疲れました。いやもう本当に頭にくることありますけれども、まあ勝つと嬉しいから、試合とかでも緊張したり、やっぱり勝って嬉しかったり悔しかったり、やっぱりいろんなことがあるからやっぱり楽しいですね、はい、明日残り一つなのでもう頑張ります。まあ、というわけで岡田選手は見事ね、決勝に進出しました、ね。いやまあ、僕岡田選手見ててね、すごく年の割にはね、すごいクールで落ち着いてるんだけど、いや実はもうコートの上ではギャーギャー言って。そう、どんなこと言うんですか？いやもういろいろと、もう全部言ってますそう、でも自分で精神的には強い方だと思います、はい、やっぱり他の選手に比べては強いと思ってます、うん、はい。やっぱり一人で海外にこう長く出たから、はい、自分を信じるがないという部分で強いのかな。はい、やっぱりそういうのあると思います、うん、やっぱアメリカは厳しいなって感じ。はい、そうですね、うん、自分の性格ってね、はい、どういうふうに分析してます？自分の性格ですか、うん、B 型でしょ。はい、そうB 型ですか？B 型です。あ、似てるのかしら。なんか以心伝心ですよこれはいや人には結構まあおとなしいとか、いや怖いとかよく言われるんですけど、うん、まあ実はうるさくて、結構。何人兄弟？2人です。2人。お姉さんが1人、うん、お姉さんとは喧嘩しないもん。します。します。します結構十分してます。そうですか、それではいよいよ決勝戦なんですが、その前にちょっとコマーシャルをご覧ください。最近のテニスのプレーはすごくおしゃれなチックじゃない。すごく。そうですか。こういうのはどういうセンスで決めるの？いや、やっぱり自分くのいちみたいに。くのいち違うかでも髪の毛とかもやっぱりヘアスタイルも、はい、自分で長くしてこう編んだりしたいとかいろいろあるわけ。やっぱりこう伸びたのがもう初めてなので、なんか切るのがもったいないみたいで、ね、テニスの選手とか皆さんこう短いのが多いけど、ね、長いってちょっとチャーミングでね。半分ぐらい茶色くなってる。やっぱりカリフォルニア行って半分外人になっちゃったんですかね。いやもう本当これあれって枝毛なんですけど、渡辺さんちょっと白いです雪が降ってる感じで申し訳ない。こっちがなんか先ほど見せてもらったらピアスもしてる、はい、3つしてるのよね。ピアス、はい、ピアス3つ。おしゃれ。三つ星ですね。三つ星でも試合の時もコスチュームとかどうですか？気にします？結構やっぱり気にしますね。やっぱ自分の気に入ってる洋服とかを着るとやっぱり気合が入るっていうか、そういうのあります。やっぱりじゃあ嫌なコスチュームもあるわけ？まあありますね。負けてばっかりいるの、ありますよ。一つジンクスがあるわけね。その服を着ると、うん、僕らもありましたよそういうの、はい、じゃあもう、うん、負けのこうコスチュームは着ないと。いや一回ぜひ勝ちたいなと思って着るんですけど、うん、まだ勝ってないからもうぜひ、うん、それで勝って、ね、はい、自信がつくね。そうですか。それではいよいよ決勝の模様をお届けいたします。ウィンブルドンへの道、アイドルたちの戦いにもファイナルゲームがやってきました。
勝利を夢見る少女たちの熱い血が今田園テニスクラブのセンターコートで弾けようとしています。試合は第1セット、伊達選手が 5-2 とリードしています。第1セットの第8ゲームに入ります。 5-2 と大きくリードしている伊達のサービス、サービスエースが決まりました。エースです。ノータッチエースが決まりました。非常に威力のあるサービス、伊達です。しかしレシーブの岡田もなんとかここでブレイクをしませんと第1セット後がありません。返しません。サティラ、この強いサービスを克服しませんと岡田この試合苦しくなります。おっとダブルフォルト、伊達に初めてダブルフォルトがありました。サティ15、長すぎました。ギリギリいっぱい、いいところ狙い打ち。岡田のいいショットが出ました。バックハンドストレートに狙っていきます。サティオール、長すぎました。伊達のショットは長すぎました。レシーブの方チャンスを迎えました。サティ40、ブレイクポイント、ここからチャンス、ネットに出ました。あー決まった。アプローチショット深いところをつきました。岡田が伊達のサービスを破りました。ブレイクです。この試合初めて岡田は伊達のサービスを破りました。ブレイクポイントを取りました。さあこれで 5-3 です。伊達の2ゲームズアップから迎えた第1セットの第9ゲームです。これは見事です。これは大きい。さあここは岡田は大事にしませんと、せっかく先ほど伊達のサービスをブレイクしているだけに、ここは大事にしてもう一つこの次の試合にかけたいところです。次のゲームにかけたいところです。岡田、ダブルフォルトです。岡田がダブルフォルト、ラブ40です。あギリいっぱいオンザライン、あネットを越えない。岡田のショットはネットにかかりました。これで第1セット伊達が取りました。
ご覧のように第1セットは 6-3 で伊達選手が取りました。岡田さんさ、僕なんかは例えば決勝なんかと、まあ、いろんなことを作戦を考えたんだけど、はい、対ですね、伊達選手に対して、ね、はい、どういう作戦でいこうって考えたの？と、まあ、こうラリーを続けて深く打って自分から積極的にいこうっていうふうに思ってたんですけれども、それが第1セットはできなかったということね、はい、でもそういうね、試合とかでいろいろほら、はい、こうあ悔しいとか、鬱憤が溜まったりとかあるでしょ、はい、そういう時ってどんなことして解消するんですか？私の場合はもうショッピングして、ショッピング好きなの、はい、こういう人奥さんになると大変ですよそう、大体どんなものを買い物するの？いつも、まあ、大体洋服ですね。じゃあ今日のも自分で選んできたんですか？はい、そうです。どこで買ったの？これはスポーツのところで買ったんですけど、はい、何ですか、さっき忍者なんて言ったの？忍者じゃないですけどね、試合は第2セットに入るんですけどもね、いよいよこれからが本番ですね。そうですね、まだはこれからですよね、はい、それでは VTR ご覧ください。初夏を思わせる強い日差しがいっぱいに差し込んでおります田園コロシアムのセンターコート。女子シングルス決勝は第2セットの第2ゲームに入っています。岡田のサービス、長すぎました。第1セットでほっとしたんでしょうか、伊達ちょっとミスが目立ちます。一方の岡田がようやく気持ちの上で安定してきましたか。ファーストサービスも入ってます。うーんと、これはネットです。2回3回とミスが出ました伊達です。これもアウト、長すぎました。これも長すぎました。フォーティーラブになりました。サーバーの岡田、決まってます。左右に振り回してフォアハンド綺麗に決めています。岡田志保です。2ゲームを先取し反撃の唇を切ったかに見えた岡田。しかしこの後伊達選手のパワーの前に5ゲームを失い、試合は第8ゲームへと進みます。岡田のサービス、レシーブ左側伊達、フォルト、あっとこれも長すぎました。ダブルフォルトです。この試合2つ目のダブルフォルトがありました岡田です。あ、もう一つ今日は自分のテニスができていない、そんな表情を見せています岡田です。これも入ってません。これも長い、サーティーオールです。サーティーオール、中フォアハンド、これはもうイージーボール。おっと、あ、全くのチャンスボールを大きくアウトしました岡田。気負い込んでいったんですが、さあここでマッチポイントになりました。サーティーフォーティー、レシーブの伊達マッチポイントを迎えています。強いショット、緩やかに返します岡田。これがアウト、さあベースラインがアウトしました。伊達が勝ちました。伊達この大会初優勝であります。残念ながら岡田選手は負けてしまいましたが、まあ
このね負けた経験を今度ね生かしてね、はい、もっといいプレーをしてほしいと思うんですけど ね、はい、ね今のとこ見て思い出します？思い出しますねやっぱり、あの時涙とか出ちゃった？いや涙とか別に出なかったですね、うん、どんな感じやっぱり悔しかったですけどもやっぱり試合がずっと続いてて終わったのでちょっとホッとしたっていうのもありました、うん、なるほどねどうなんでしょうやっぱり田園コロシアムの、ね、センターコートって一つの夢みたいな部分そうですね、まあ、テニスの本当の何ていうんですか殿堂っていうかね、うん、メッカって言われたと思うんですけどねそうですねやっぱり音とかもやっぱりこう響いたりして、うん、そういうのあります、はい、あそこセンターに入ってくときトンネルがあってそこを出てきてわっと明るくなるなんか変な感じがあってね、はい、ちょっと緊張します緊張しますよね、はいまあ、なおね少年シングルスは第一シードの増田健太郎選手が6-1、6-3で谷澤秀彦選手を打って優勝を飾りました。そしてヨーロッパアメリカ派遣日本代表選手なんですが上位男女 4選手ずつが選ばれているということです、うん、そうですね、まあ、岡田さんもちろん代表選手選ばれたわけですけどね、はい、このウィンブルドンジュニア大会のなんか抱負を、ね、ちょっと聞かせてほしいんですけどね、やっぱり試合数をたくさんこなして、うん、経験を積んで頑張りたいと思います、うん、テニス以外に今なんかやりたいこととかあります？いや今そんな特にないですね。じゃあもう今の生活にもう充実してるっていう感じかしら。はい、まあ今年と来年がいろいろ大変だから、うん、ちょっと今はテニスのことで頭がいっぱいですね。まあ今日はね素敵なアイドルにねお会いできて本当に私もね心が10代に戻りましたよ。本当に私とタイムがいつも違うのか困っちゃうんですよね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。ないかななんていう共感ってすごいじゃんやっぱりもうダメです間違えますごめんなさい今日先に言っとくっていうのもね、はい、いいけども、はい、19歳のグラフを中心にした若い力がナブラチロワの優勝を阻むか男子シングルスは実力伯仲誰が混戦を抜け出すのか大会は6月20日開幕しました。2連覇を目指します。今大会は第4シード。First set. Ready. Play. オーストラリア同士の対戦になりましたオープニングマッチです。若手のウッドブリッジのサービスで始まります。オープニングマッチが始まりました。まずポイントを取ったのはウッドブリッジ。これが去年のチャンピオンのパットキャッシュ。ハイバックボレーはミス。まず比較的楽にパッドキャッシュ。去年のチャンピオンがリードを広げ続けます。多いですね、パッドキャッシュウィンブルドンですね、はい、いよいよマッチポイントを迎えました。サービスエースでキープ。結局6-1、6-1、6-2。1時間43分というセットカウント3-0。パットキャッシュ、去年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンが同じオーストラリアの新鋭若手のウッドブリッジを簡単に破りまして、これで2連覇へ向けて第一歩を記したと。
というオープニングマッチですが、あ、これは例によってファンサービスですか。そうですね、リストバンドか何かを投げたんだと思う。これで人気が出るんですよ、はい、テンポの人がね。今年の